アトランティックレコーズはアメリカのレコード会社。現在はワーナーミュージックグループの参加にある。1947年にアーメット・アーティガンとハーブ・エイブラムソンによって設立された。アーティガンの父はトルコ人で外交官、中米大使だった。アーティガンは大使館の雑用係だった黒人クレオ・ペインから黒人音楽と文化を教えられる。 黒人音楽の魅力に取り憑かれたアーティガンはニー・ネスヒと共に夜な夜なレコード店でジャズやブルースのレコードをあるようになる。やがて彼らは自分たちの心を震わせる黒人ジャズ面のコンサートを開きたいという感情が抑えられなくなった。しかし当時のワシントンは南部と変わりないほど激しい人種差別が存在し黒人と肩を並べて道を歩くのもはばかられるような状態だった。 しかしそれにもめげず、彼らはトルコ大使館で、デューク・エリントンや、レスター・ヤングのコンサートを開くことに成功した。そして47年にレーベルを創立する。エーブラムソンは、後に同社を退き、一方で、アーティガンの兄であるネスヒ・アーティガンとゼリー・ウェクスラーが、加わり、この3人によって運営された。R&B やジャズの名門レーベルとして有名。 1952年から1959年までは、レイ・チャールズが契約しており、レーベルを経営した。特に1950年代から60年代にかけてのサザンソウルの流星は、同社の存在を抜きにして語ることはできない。ジェリー・ウェクスラーやトム・ダウドなどの有名プロデューサーを輩出したことでも知られる。当時は公民権運動が起こっており、 1960年代の中盤には黒人にも公民権が認められるようになったが、1960年代の後半まで黒人系の出入りするショットバー、プールバーなどと白人系の人々の出入りするバーは分かれていた。また、この頃はジュークボックスが前世の時代で黒人系の各種バーなどで主に通称8ビートを主体とするダンスミュージックとして、 ジェームス・ブラウンた多くのアトランティックレーベルのレコードが圧倒的に人気があり、置かれていてこのジュークボックスの普及もレコードの売り上げに影響した時代であった。レーベルからはアレサ・フランクリン、ウィルソン・ピケットらの本物のソウルミュージックのヒット曲が次々に生まれた。1960年代後半から徐々に白人ロックにも進出し、ブルーアイド・ソウルのラスカルズは アトランティックレーベル、他は、レーベル区分で当初は、アトコレコードからソニーシェール、バッファロースプリングフィールド、アイアンバタフライ、アメリカ国内版で、エリック・クラプトンのクリームを、その後イギリス現地法人設立など、営業方針変更からレッド・ツェッペリン、クロスビー、スティルスナッシュなどを、アトランティックレーベルから送り出した。1967年にワーナー・セブンアーツの参加と、 なった。また、ワーナー、エレクトラとともに、葬儀や駐車場中心の記念者参加で、Wii グループという巨大企業の一部になったこともある。現在は、ワーナーミュージックグループを代表するレーベルの一つで、ある。また、アメリカとアメリカ国外ではロゴが違う。日本版はかつては、イーストウエストジャパンが発売元だったが、同社が、ワーナーミュージックジャパンと合併したため、 現在は WMJ が発売元である。1970年代から1980年代にかけてアトランティックレーベルの配給権を保持していたワーナーパイオニアが同レーベルから発売した邦楽アーティスト、ロックからムード海洋まで幅広く手掛けていた。WMJ の CEO 小林和幸によって提唱され、アトランティックレコードの基盤を残しつつ、 日本向けの音楽を目的としたレーベル。2015年9月15日より始動した。ありがとうございます。